はい、梅です。こちらはですね、皆さんの質問に俺が次々と答えていく動画になります。はい、次の質問、ゆくゆくさん、梅さんおめでとうございます。かっこいいですね。質問、好きなタイプを聞きたいです。ハートマーク。来たよ、この質問。好きなタイプ、いつか来てほしいと思ってましたなんつってな。はい、好きなタイプ、好きなタイプは難しいな。まあ、ぶっちゃけ面食いですね。やっぱり、姿と顔は大事で重視してます。まあ、一目惚れっていう言葉もね、あるぐらいですから、正直、そりゃ見た目はね、それは重視しますよ。男ならみんなそうですよね。見た目気にしないっていう人はいないと思います。で、見た目重視なんだけど、その次に、俺重視してるのは、何でも自分で調べる子がタイプですね。自分でやっぱりね、 Google でググったりして調べる子は好きです。逆に調べずに何でもかんでもなんかすぐ質問しちゃう人っていうのはがっかりですね。だから俺普段コスプレとかしてるので、コスプレするときって自分でいろんなものを検索するんですよね。例えばこの道具はないかとか、自分で作れないかとか、でどこどこにこういう作り方の方法が載ってるはずだとか、自分でやっぱ工夫して考える、自分の力で自分の頭で考えて行動するっていうのを、やっぱりそういうのがちゃんとできる子で、すぐ質問したり検索ググらずに何でもかんでもすぐ聞いちゃうような子はちょっとがっかりですね。なのですぐ何でも検索して Google で調べる、そういう子が好きです。あとは好き嫌いがない子ですね。食べ物の好き嫌いがある子はちょっとがっかりしちゃいますね。自分が俺食べるのが好きなので、で次どこ行く、何食べ行くって時に、あれとあれとあれはダメって言われると、やっぱ俺もテンション下がっちゃうんですよね。でこれね、ちょっと前の前の彼女が結構好き嫌い偏食多い子で、一緒にいる時にすごいやっぱりちょっとストレスだったのね。だからちょっと好き嫌いある子はちょっとパスですね。で仮にじゃあその子と結婚するぞってなった時に、じゃあ自分に子供が生まれた時に好き嫌い自分があったら、それ棚に上げてやっぱりね、好き嫌いダメだよってやっぱ言えないじゃないですか。だから好き嫌いがある子は、だから好き嫌いない子がいいです。あともう一個、体が強い子がいいです。俺は本当体が頑丈で、特にディズニーなんか土日って2日連続オープンクローズっていうのもやったことあるぐらい体が強いです。で徹夜とかはねやっぱしんどいんだけども、まあそれでもするけど、とにかく体が弱い子とは付き合えないですね。じゃあ仮にね、付き合って一緒にディズニーに行ったりするとするでしょ。そうするとじゃあ例えばさ、なんとかのファストパスを取ったり、ショーパレー最前で見たいから、じゃあ今度の週末はじゃあ始発で行こうって言って、朝4時か5時に起きて、始発で行くやん。そうするとここ行ってこう行ってこう行ってって回ったりするときに、やっぱすぐ疲れたとかダウンとかってなっちゃうと、やっぱってまだまだいけるのにってなって、やっぱがっかりしちゃうので、やっぱ体が強い女の子の方がやっぱりいいなと思いましたね。あとはタバコは吸わない子ですね。タバコ吸う人は本当にダメなんで、お酒は別にいいです。お酒は飲んででもいいんだけども、タバコ吸う子は絶対ダメですね。あとギャンブルやる子もダメですね。そのぐらいかな。まあ、そのぐらいっていうけども、どうだろう、これ厳しいのかな。整理していくと、何でも自分で調べる子、人に聞いたりしない調べる子が好きで、好き嫌いがない子で、体が強い子、タバコ吸わない、ギャンブルやらない、こんだけですよ。でこれ全部自分、俺がそうなので、全部ね、だから俺がそうだから、自分がそうなので自分と同じぐらいの人はおるやろっていう、そういう考えですね。
まあこんなこと言ってるから俺なかなか結婚できないのかもしれませんけども、はいはい、好きなタイプはそんな感じです。あの我こそはという人がもしいましたらちょっとお見合いしてくださいツイッターアカウント、ツイッターの DM ちょっとぜひください。あの我こそはという方は立候補お願いします。はい、ありがとうね。じゃあ次の質問いきます。はい、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このディズニー夢チャンネルは不定期更新ですけども、今後ですね、気力とネタが続く限り頑張って更新を続けていきたいと思います。まだチャンネル登録が済んでない方はこちらの登録ボタンの方をぜひ押してください。そしてですね、俺のツイッターアカウントは、はい、こちらになります。こちらのツイッターの方ではディズニーのネタだけではなくてアニメとかコスプレとか漫画とか仮装なんかの話題もつぶやいていますし、あとはツイッターにしかない画像なんかもアップロードしてますので、もし興味がありましたらこちらのツイッターアカウントの方もフォローしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。